大丈夫？なんか悟り開いてきた？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。これ16個全部植えたらいいんかな。とりあえず何、ここに植えればいいってこと？このなんかねえこの真ん中に置いてあるやつは何かしら関係があるのだろうか。なんかよくわからんけどね。だってこういうのさ、バランスがよくわからんくなってくるけんさ、ちょうどいいバランスになるように渡してほしいよね。ここでもやっぱり指導はものづくりができないのか。あーもうほら1個たり、あ、足りとる足りとる。あ、よかった。あー1個ずれた。ちょっと待って、めっちゃ嫌なんやけどこれめっちゃ嫌なんやけど、これ掘り出して。ちょっとつらー、ずれた1個で何植えたよ。あ、言いに行けばよろしいのね。はいはい、畑仕事を終えたか。どうだ、ものづくりは素晴らしいか。もっともっとものを作りたいか。貴様教団のやつだろ。どうして貴様らがものを作らせる。そもそもここはどこなんだ。は6208番、貴様なめるなよ。次に口を開いたら懲罰棒送りだ。いや、指導は多分そんなこと言われても言い続けるよ。クックック。6207番、では貴様にはものづくりの続きをしてもらおう。倉庫にいる784番がキャベツの種を持っている。16個受け取って畑に植えろ。倉庫はここから東だ。作業が終わったら再度報告するように。さあ仕事にかかれ。キャベツの種？え、さっきのもキャベツの種やったよね。あ、ってことはバランス大丈夫か。おい貴様どこへ行く。いや取りに行けって言われたから。ん、貴様新入りか。確か名前は6207番だったな。え、名前はアユナです。嘘をつけ。貴様の名前は6207番だ。そうだろ。違う。これは永遠に続くパターンか。くっそ、うぜえな。よろしい。貴様は一生6207番だ。元の名前にどっと使うことはない。キャベツの種を取りに来たなら、そこの倉庫にいる784番から受け取るんだ。700番台の人普通に生きとるやん。どうも。お、おばあちゃん？なんか忍たま乱太郎に出てきそうやね。ん？そなた新人かい？囚人にしちゃにこやかな顔だが。ほら、忍たま乱太郎に出てきそう、めっちゃ。いかにも私が784番さ。昔はモンバーなんて呼ばれたがね。モンゾーラと関係ありますか？あんたたち、若いのに災難だったね。こんな島に閉じ込められるなんて。貴様、ここの囚人か？教えろ。ここは一体どこなんだ？ここでみんな何をしてやがる？この島は監獄と、ハーゴン様の教えに逆らう者がいられる、公正のために施設さね。ち、またハーゴンか。ここは荒れ狂う海の上にポツンと浮かぶ小さな島でね。どんな輩だろうと、断崖絶壁に囲われたこの島から逃げ出すことはできないのさ。私はここに40年いる。毎日空と海ばかり見つめて、どちらも綺麗とは思わなくなっちまった。40年つら、じゃあ自分も若い頃からおったってことやない。まあ何歳か知らんけど今が。俺たちはそんなのごめんだぜ。ルリア白人のやつが待ってるんだ。必ずこっから抜け出してやる。キッシッシ。私もそんなことを考えていたよ。まだ自分の名前を覚えていた頃は。モンバーは名前じゃないのか。私は料理を作るのが好きでね。いつも料理を作って、魔物にもあげてたもんさ。だけどそれが魔物との関係を作ったって責められて、この監獄島に入れられちまった。私は料理は捨てた。だけど人間は捨てられなかった。だから今もここにこうしているってわけさ。人間を捨てる？あんたたちもいずれわかるさ。ここではものづくりの思いを徹底して捨てられる。そしていつか希望すら失っちまうのさ。6207番。あんた、関心種をもらってくるよう言われたんだろ？この種を畑に植え。はい。あだす。なんで一気に渡してくれんのやろうな、キャベツの種。あんたたちで無駄話をしていたら、私まで懲罰棒に入れられたね。さっさとお行き。しっし。でも多分いい人なんやろうな。さーて、植えますか。さっきずれて植えたところがものすごく気になるんよね。よいしょ。まあ、とりあえず、こうやってしまえば気にはならないでしょう。オッケーオッケー。てか、指導は何もしなくていいのかい？
ものすごく邪魔なんですけど。あ、これ結局は何、全部ってこと、この畑一面ってことですか。そんな感じするよね。あ、ですね、ですね、全体やわ。ふう、よかった、変な感じにならんくって。はい、オッケー、植えたよ、完了完了。うん、6207番キャベツの種を全て植えたのだな。貴様は手際がいい、なかなか素晴らしいビルダーだ。強大に逆らった者は何人もこの監獄に入れてきたが、今までビルダーを入れた記憶はない。クククク、ビルダーのこれからの構成が楽しみだな。構成とか言われましてもね。それからしばらくたくさんの雑草をやらされ、こき使われた。そしてよし、今日の構成はここまでだ。自分の牢に戻れ。明日も構成だ。監視から夕食をもらうのを忘れるなよ。なるほど、まあ一応ちゃんとご飯はくれるわけですね。無駄にぶらつかずにさっさと毒部へ戻れ。うるせえな、なに、もうみんな戻ったん、早くね。え、結局壊せてないやん、女神像。いいのそれで。無駄に同じことしか言わんのか、お前らは。で、監視とはこいつですか。うるせえな、みんな同じことばっかり喋って。もっと何か違うこと言えよ。え、これ料理できるやん、料理なんかないんかな。ん、こっちは独房ではないのね。ふんふんふん、まあ、何も情けだわ。何やってんの。5932番夕食だ、受け取れ。何何何何何くれるの。6207番夕食だ、受け取れ。キャベツやん。何、キャベツだけ食べるの。6208番貴様にもくれてやろう。なんか動物になった気分。俺はしばらく平気だ。アイナ、お前が食べろ。優しい、ありがとう。ほう、6208番随分と余裕じゃないか。よし、しばらくの間貴様は夕食抜きにしてやろう。さあ、独房へ戻れ。貴様らの独房はここを出て右だ。目の前で渡すけんよ、後からあっちで渡せばよかったのに。あっちは何これ。あ、別に何もないんか。おい、6207番こっから先は立ち入り禁止だ。戻された戻されてしまった。なんか特に面白そうなものもないな。この辺も全部立ち入り禁止なんかな。宝箱あるやん、宝箱。ちょうだいよ、あの宝箱。え、これギロチンじゃね、やられる、やられるの。はぁ、立ち入り禁止のところだらけやん、どんだけやねん。ムカつくわ。ここを左に曲がれ。独房ならここを左に曲がったところだ。さっさと行け。うるせえな。ここも立ち入り禁止？くっ。なに？懲罰室？けっけっけ、やめておけ。懲罰部は死よりも辛いこの世の地獄。貴様はさっさと持ち場に戻れ。ここが懲罰室？なんだ、なるほどね。うんうん。ちょっと気になるわ。え、めっちゃ普通に気になるんやけど。え、ここどこ。あ、なんか穴に落ちた。あ、ここかな、違う、どこよ。迷子なん、あっちあっち。もうやだ、こういうところまで。おい貴様、無駄にうろうろしてるんじゃない。毒場はこの奥だ、急げ。急ぎたくはちょっとないかな。暗、めっちゃ暗いやん。ようやく一日が終わったな、長かったぜ。だがどう考えても妙だよな。ここは教団の施設なんだろ。なのにどうして物を作らせるんだ。構成っていうのは囚人に物作りをしてさせて教団の教えを信じさせることみたいだが。ん、今考えてもしょうがない。とにかくここから逃げる作戦を練ろうか。それもそうだな、ルルたちが心配してる。早く帰ってやらなきゃな。
6208番、貴様今口を開いたか？いいえ。さあ、自分の牢に戻れ。うるせえなぁ。自由が何にもないや。独房はこの奥だ、急げ。はーい。ここが私の牢？さあ、自分の牢に入れ。朝まで出ることは許されない。俺の牢はお前の隣だ。心配するな。だがやっぱり、船長のやつの姿が見えないなぁ。あいつ、どこに行ったんだ？さあ、囚人ども、さっさと自分の牢に入れ。裏切り者だな、きっと。牢屋の扉に鍵がかけられた。船長はきっとここに連れてくるためにああいう感じの演技をしよったんよ。つらーい。どういうことや。もしかしてこれトイレ？すごい匂いがする。これは囚人のトイレだ。手を突っ込んで中を調べますか？調べる。しかし何も見つからなかった。へえ、何もないのにそんな匂いするん。掃除しろよ。朝から晩まで物を作らされ、最初の長い一日が過ぎた。なぜたくさんの種を植えさせたのか、疑問に思いながらマイナーは眠りに落ちた。2日目。アイラたち囚人は植えた種に水をやった。元気な芽が出て畑は賑わった。楽しそうやんなんか。3日目。朝からの大雨でアイラたち囚人は3号房全体の掃除に駆り出された。そして4日目。結構長い間おるなぁ。まだ脱出できないの？起きろ囚人ども、朝の点呼の時間だ。はいはーい。いつものように牢を出て広場へ行け。少しでも遅れたら懲罰棒送りだ。てか、荷物を背負っとることは許されるんやね。はーい、向かいまーす。みんなについていこう。遅れんように。今日、積み荒を使うから整えておくように言われていたんだけど、どう使うんだろう。へえ、あれ使うんや、どういう風に。うん。少しずつだけど、確実に畑作りは進んでるんだ。今日も一日頑張るぞ。はは、今日も女神像を壊せんのやろ。よっしゃ、今日もガンガン土を耕しまくるぜ。みんな生き生きしてない？少しはここの生活に慣れたかい？まあすぐに慣れて何も感じなくなるさね。てか囚人結局こんだけしかおらんのじゃね？おるん？イエーイ、一番乗りー。やったねー。はい、てんこてんこ、早く早くね、早く。遅いんだけどみんな。うん、これで3号房の囚人は揃ったな。さあ、今日も腐りきった自分の心を破壊すべく、構成に励むのだ。要は3号房の人間の広場ってことか、ここは。カッカッカ、楽しみだな。数日前に植えたキャベツがそろそろ育っている頃だろう。さあ、畑に向かえ。ふんふん。6207番、6208番、何をしている？貴様らも行くんだ。待って、私1番に行きたかったのに。もうみんな走ってったやん。邪魔邪魔。ああ、もうみんな作業に入っとる。あ、キャベツが出来上がっとるよ。ほらほらほら。く、取れねえ。え、てかさ、モンバーは一体どこで作業してんの？おらんくね？え、おらんよね。え、女神像がない！どういうこと？ははは。僕はついに大切にしていた女神像を破壊したんだ。悲しいけどなんだかすっきりした。頭のモヤモヤ悩みが消えた気がするよ。ははは、僕はあんなタラの石に執着を持っていたんだね。え？大丈夫？壊しちゃったの？大事にしてたもんじゃなかったの？なるほど、もうあの人は壊してしまったのか。遅いぞ、6207番。何度言ったらわかるのだ。畑に来たらまず私の指示を仰げ。見るがよい、6207番。貴様が作ったキャベツを。なんとも美しく揃ったものだ。ねえ、綺麗綺麗。3日間よくぞキャベツを作り続けた。今日は構成の第一歩を踏ませてやろう。貴様が作ったキャベツ畑の真ん中に積み荒が見えるな。ふんふん。今日使うって言ったよね。松明？松明で積み荒に火をつけろ。目の前の光景を見届けたら報告するのだ。囚人ども、畑に集合しろ。ビルダーが構成していく様をしっかり目に焼き付けるのだ。性格悪ー。そういうことね。なるほど。苦労の甲斐あってようやくキャベツが完成したんだ。
みんなで収穫しようってことか？違うよ。なんだかすっきりした気分だよ。今から何が始まるんだろう。大丈夫？なんか悟り開いてきた。キャベツがこんなにいっぱい。もっといっぱい土を耕して、もっともっとキャベツを作るぞ。生き生きしてらっしゃる。わざわざ囚人を集めて何を見せるつもりなんだろう。こういうことか。キャベツ、みんな、キャーダメージ。おい、せっかく作ったキャベツが燃えちまったぞ。あ、ははは、キャベツが燃えてる。せっかく元気に育ったのに全て無駄だったのか。収穫を楽しみにしてたのに、こんなのってないだろ。信じられない。君が種を植えたんじゃないのかい。こんな簡単に燃やすなんて。いや、指示だから。ふっはっはっは。やったな、6207番。さあ、私のところに報告に来い。痛い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 。君もなかなかやるね。みんなで育ったキャベツを燃やすなんてさ。なんか壊れた。みんなで耕した畑で毎日一生懸命水をまいてやっと揃ったっていうのに。こんなのってないよな。昨日まであんなに頑張ってきたのに、あの苦労は一体。泣いている。やっとでキャベツを平気で燃やすなんて。君、それでもビルダーなのかい。いや、なぜ私のせい。普通にあいつだろ。変な真似をしようとするなよ。しっかり見張っているからな。うるせえよ、黙れ。燃やしてやる。燃やせんかった。しかもここに置いとるし。くっそ。あ、一応ちゃんと破壊はできるんやね。なぜキャベツは取れなかったんだ。どうだ、6207番。自分が苦労して作ったキャベツを自分の手で燃やした気分は素晴らしい気持ちだろ。喜びに結びなくがいい。貴様の構成は今始まったのだ。え、てかさ、毎日支給されるキャベツは一体どこで育ってるの。自分たちら育ってるの。何？なくなったらまた作ればいいだと。ふははは、強がりを言いよって。今日の労働はここまででいい。夜まで自分の破壊と向き合い、自問自答しろ。まあなんか、その育てよった部分の話がね、ざっくりカットされとるけん、私的には何の思い入れもないけど。少しは作ることのろかさに気づいたか。よく考えて構成に励むがいい。キャベツを作らせておいて自分の手も、自分の手で燃えさせるなんて、あいつら何を考えてやがるんだ。この3日間、お前はずっとキャベツを作ってきたのに、全部無駄だったじゃないか。モンゾーラでもオッカムルでも、ハーゴン様の教え教えって、何なんだよ、ハーゴンってのは。なあ、あゆな、前に種をくれたばあさん、やけに物知りそうだった。あのばあさんに話を聞いてみようぜ。行ってみよう。モンバーはもう、作業ではなく、ここで立っておく仕事ってことなんかな。ふん。自分で作ったキャベツを燃やさせられたか。これこそが教団の言う構成。ものづくりがいかに虚しいものなのか、身をもって分からせようというものじゃろう。ものづくりは執着を生む。執着は恐れを生み、恐れは憎しみを、憎しみは絶望を生む。それゆえにハーゴン教団はものづくりを悪とし、その教えを広めておるのさ。ふん。相変わらずおかしな連中だ。あんな奴らぶっ倒してここを出ようぜ。それができぬことは以前にも話したはずだぞ。ここから出るには、寿命で死ぬか、身も心もハーゴンに捧げ、その軍勢に加わるしかない。うん、おい、ばあさん、ハーゴンってやつは何者なんだ？一体どこにいる？要は魔物になったら出れるってこと。魔物になれるんやね。ハーゴンは破壊の真理を司る大神官。しかしこの世界にハーゴンの姿を見た者はいないという噂ね。何？魔物どもは姿を見たことで、見たこともない奴のことを信じてやがるのか。ま、声が聞こえるってことかな。きー、うるさい小僧だね。そう、やいのやいの言いなさんな。きっしっし。おとなしくしてやればすぐに慣れて、私のように何も感じなくなるさ。私の後ろにベンチがある。そこに座ってぼんやりしてやれば、すぐに時が過ぎて夕方になるさ。そこに座っとけと。何もすることがないってのも退屈で我慢できないぜ。どうすりゃいいな。ベンチに座って夕方を待つか。うんうん、分かった。ここに座ってこれからどうするか考えをまとめておこうぜ。よし、今日の構成はここまでだ。自分の牢に戻れ。めっちゃ退屈な一日やったよね。明日も構成だ。
監視から夕食をもらうのを忘れるなよ。またキャベツですか？お、また受け取りよる。5932番、夕食だ、受け取れ。まあでもちゃんと食べさせてくれるんやもんね。6207番、夕食だ、受け取れ。で、指導は？6208番、貴様は今日も夕食抜きだ。大丈夫、指導、生きてる？生きてるんすか？ちょ、あいつに追いついて話が聞きたい。待て！待って待って待って。ちょ、待ってってば。待ってー。くっ。全然追いつけねえ、つら。なんてこった、暗闇に消えていく。待ってよ、待ってよ、待ってってば。あ、帰っていかれる、くそー。さあ、自分の牢に入れ。朝まで出ることは許されない。ち、今日も退屈で無駄な一日だったぜ。なんだってこんなことを。すぐにでもここから抜け出したいが、なかなか隙がないな。うん。だが、いつかきっとチャンスが来る。その時はここから脱獄しようぜ。いけるんか。くぅ、話せんかった。牢屋の扉に鍵がかけられた。さあ、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もうなんか全く違う話になってきたっていうか、脱獄ゲームですか？どうやって脱獄するんやろ。そして船長はどこに。